そも双子山古墳は愛知県江南市にある古墳、小売、古墳群の一つ。江南市南東部にあって五条川砂岩の自然堤防上に位置しており、標高は16メートル。水田地帯の中にあって古くは双子塚、あるいは弁慶塚と呼ばれており、かつて墳丘の周囲は水田に囲まれていた。2017年現在、周辺は公園として整備されている。 古墳は出土品や墳球の形状などにより、5世紀後半から6世紀中頃にかけてのこの地方の豪族のものと考えられている。主軸は北西50度で墳長約60メートル、公園部は直径約35メートル、高さ約7メートル、前方部は幅約52メートル、高さ約4.3メートルの前方公園墳。二段築成と推定されているものの、 現状では確認できない状態である。前方部は道路により、端部が失われるなどして、原形を止めず、現在では、中根比が設置されており、公園部も大きく破壊されていたため、近年になって、森土により復元されている。吹き石や埴輪などはない。考古学者の柴田上絵は、集合は存在しないものと考えていたが、かつて周囲を囲んでいた幅10メートル程度の、 馬蹄型集合があったとする説もある。なお、かつては倍長とおぼしきつかが古墳の近傍に複数あったが、1887年の調査時点ですでに失われており、その規模など詳細は不明である。内部構造については、1887年の記録として公園部にあったものが、一枚岩で、棺はないと記録されていたことから、 横穴式石室などではないせっかく構造であったとする意見がある。紛糾の西側に発掘された石材の一部が置かれているが、これの詳細も不明である。現在までに2度の発掘記録が残るが、いずれも古いもので、それ以降に科学的調査は行われていない。 さらに仏像が出土した。仏像のみ、本草寺に安置し、それ以外の出土品は埋め戻したという。1887年の発掘は、仮想場の新築と道路修繕のための土取りを目的として行われ、以下の出土品があったとされる。出土品は一部を村民が所有、靴輪と鎧は東京提出博物館の所蔵となったが、 国立博物館が、そもと双子山古墳出土品として登録していることが確認できる品は以下の通りで、それ以外については、所在不明である。なお、近藤バリクツワ鏡板については、豊田市の豊田大塚古墳からの出土品との類似が指摘されている。ありがとうございます。